とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はね、ネザーアップデートで新しく追加されたユニーク装備入手したので見ていきましょう。これ骨のコンボ、まあとてもユニーク装備っぽい名前ではないけど、まあユニーク装備です。ユニークスキルが、邪悪な村人特攻。微妙だなぁ。このね、ゾンビ特攻とか、邪悪な村人特攻、俺微妙だなと思うんだよね。でもまあ、とりあえず使っていってみようか。で、これがね、攻撃力が半端じゃない。もうとんでもないよ。まあ、パワーがね、251が多分マックスだと思うんだけど、249。ほぼマックスのやつだね。攻撃力が、最大116万。100万超えです。で、これを、輝くローブ、これが近接武器のダメージ 30% アップでしょ。で、無謀とかを入れて叩くと、このぐらい。200万超えます。ダメージが。なんかインフレ起こってるよね。こんなダメージが出るようになった。で、さらに、ドラ使えば、こんな行くのよ。600万、700万ぐらいのダメージが、ポンポン出るような装備です。でも、振りも、そんなにね、遅くないし、いい感じかな？2回振るやつだから、他の体験とはちょっと、感じが違う装備だね。エンチャント何つけようか。プッシュバックがついてるから重力はもったいないんで、まあ、雷。そして、まあ、回復いるから輝きだね。で、旋風じゃない？ね。2回ヒットで、2回ヒット目で出るなら、なかなか使えるので、旋風でしょう。まあ、旋風多分、発動しよると思うけど、まあ、こんな感じです。どんな感じか使っていきましょう。では、いくね。難易度は、プラス24。だいたい25が適正なんだろうけど、1個下げてみました。まあ、この攻撃力だから、ゴリゴリ倒せるよね。ドラ使ったりすればもうワンパンだ。いい感じ。敵も、もう寄らないし。まではあ若干寄ってきてる。まあ一度なんかを気をつけていけば全然いける感じか。囲まれない感じで攻撃していければいいね。前方そうね、120度ぐらいまで攻撃できるっぽいから、壁を背に突っ込んでいっても大丈夫そうだな。まあまあまあ行きましょう。やっぱこのダメージ気持ちいいね。これトゲやばくないか。おお、ゴリゴリ食らう。ちょっと待って、トゲダメージやばいな。炎茶系の敵に対してはちょっとまずいか。炎茶、やばい。囲まれた。そうか、マント使ってなかった。仕方ない。よっしゃ。炎茶系の敵が来るとちょっとまずいね。しかもトゲっていうのがよろしくない。よっしゃ。いや、なんとか来れた。攻撃力アップもついてるし、いけるっしょ。おお、この目に見えて減らしていくところすごいな。こいつ結構耐久力高くて、ここまで普通は押せないんだけどね。ゴリゴリいくね。ただここ雑魚来ちゃうとまずいんじゃない？あ、そうでもない。いける。いけた。うわぁ。いや、でもなぁ。やっぱり振りが遅いな。振りが遅い。
キノコ使ってあれだったら、ちょっと自分の方まで攻め込んで来られちゃうので、そうね。近接の速度アップ、攻撃速度アップがついてる防具、ここら辺か。蜘蛛の防具とか、スパイダーアーマーあたりか。近接攻撃の速度アップ、こういうやつがついてるのだったら、まだマシだと思うね。これはちょっと遅いもんな。なんで、スパイダーアーマーとかだったら、早い早い。こっちで運用していった方が、良さそうだね。攻撃速度20%アップがついてる防具にキノコつけて、行くっていうのが、良さそうです。これなら全然、いけそうな感じがする。とりあえず、今日は、このね、新しいユニーク装備、骨のこん棒。とてもユニーク装備の名前じゃないんだけどね。骨のこん棒を使ってみました。強いよ。めちゃくちゃ強いけども、防具をちょっと気をつけなきゃいけない。普通のやつだったらば、ちょっと速度が足りてないので、この攻撃速度アップの防具を一緒に装備するといい感じになるっぽいです。やってみてください。ではね、また出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。